岐阜市の都ホテル岐阜長良川。ここに今月25日までの期間限定で登場したのが、おお、怖っ。ゾッとしますね。ゾッと、鳥肌が立ちます。ゆっくりはできないですね。ゆっくりできない。こちらは呪い人形たちの集う呪い人形の部屋です。うわ、無理かも。ホテルに呪いの部屋。室内をよく見てみると日本人形やフランス人形などかなりこわめの人形が。壁には大量のお札と人形の写真が貼られています。無理無理無理、貼るだけでゾクッとします。こちらのお部屋には約50体の人形たちがいます。もしかしたら眠っている間に夢の中で話しかけてきてくれるかもしれません。ベッド横のサイドテーブルや鏡の前にもたくさんの人形たち。無理です。さらに人形はちょっと怖い。なんとクローゼットの中には吊り下げられた人形たちが。ちょっとこれ見るだけで。そしてカーテンを開けると、あ、怖い。素敵な景色を背景にここにも怖い人形たちが。しかし恐怖体験はこれだけでは終わりません。で、持ち主さんがいました。もういい。はい、出てる。え、メリーさん、メリーさん、怖っ。鳴り出した電話の相手は私、メリーさん。お部屋で過ごしていると急に電話がかかってくるかも。ちょっとゾクッとしますね。さらに今月24日25日のクリスマスにはデリバリーお化け屋敷絶叫救急車が登場。そんなところにデリバリーって。 3D 立体音響でまるで誰かがそこにいるかのように聞こえる演出や、水の飛沫、振動シートなど臨場感たっぷりのホラー体験が味わえます。迫ってくる感じがすごい怖かったです。迫力がある。すごかったです。しかし夏ならともかく、なぜ冬の、しかもクリスマスシーズンにホラー体験なんでしょうか。寒い冬にあえて背筋が凍るような体験をしていただきたいと考えました。また昨年初めてお化け屋敷を開催したんですけれども、かなり好評いただきまして、今年もぜひというお声が多かったものですから、今回の企画に至りました。朝食がついた呪い人形の部屋宿泊プランは今月25日まで、1日2部屋限定で1人2万5000円からです。